皆さん、本日初登場になります菊池彩香ちゃんです。で、彩香ちゃんのプロフィールを簡単に紹介しますと、なんと19歳でございます。はい、びっくりした私昨日。いや、20歳超えてるかなとか思って調べたら19歳って言ってて、なんと初の10代、はい、まだに出演してもらいます。なんと彩香ちゃんと私の出会いは日刊アマでございます。だよね。はい、日刊アマの時。そうだよね。そう、でもその時は喋ってなくて、その後実は千葉オープンにキャディで出た時に、彩香ちゃんがお父さんのキャディをしてて、私はプロのキャディをしてて、その時初めてでスカウトをしてしまいました。ぜひ一緒にラウンドしましょうということ で、なんと彩香ちゃんは日刊アマ今年と去年、はい、去年、はい、2連覇しました。かなりの実力者でございます。で、ベストスコアっていくつなの？ベストスコアは一応64です。え、ちょっと待って、史上最小じゃない？練習ラウンドで64出ました。さ、それって どういう気持ちなの？いや、なんかそんな調子も良くなくて、ただただパーオンだけを狙ってって、それがたまたまバーディーパットについて、パターもアプローチも良くてって感じで、ポン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 入って、気づいたら64。やっぱ、気づいたら、気づいたら、終わってみたら、終わって数えたらみたいな、そんな意識してなくて、スコア、あ、もうすぐベストだとか、そういう、いや、全然なく、数えてみたら60、あれ64みたいな。ね、はい、すごいね。もうちょっとなんかもよくわかんない、うん、で、彩香ちゃんインスタグラムもやってます。ここに出ます。なんで皆さん、はい、インスタグラムよ、あれ全員に見れるやつ、あ、見れます。あ、鍵ついたグラムも鍵ついてないので、よかったら見てみてください。今日は平川カントリークラブに来ています。結構な名門でございます。はい、バッチリコースも紹介していきたいと思うので、皆さん楽しみにしてください。では行きましょう。はい、はい、彩香ちゃんは平川来たことある？は、2、3回来たことある。イメージどういうイメージですか、このコース？イメージは、まあ、ちょっとドッグレッグがあり、うんうん、まあ、狙っていくところはちゃんと狙っていかないと、セカンド、サードが狙いづらいって感じです。そうだね、ドッグレッグ多いもんね。そうですね、ドッグレッグが多いです。あと今日ね、ミッドシニアの、ね、大会が1週間後にあるらしく、なんとグリーンが11フィートに仕上がっております。 いいグリーンですね。楽しみです。じゃあ64出ちゃうかもしんないぞ今日は。はい、ではみんな、まあ、彩香ちゃんのプレー見て勉強してもらえたらと思います。私もたくさん勉強します。彩香ちゃんのクラブセッティングを紹介したいと思います。はい、14本。14本です。はい、でドライバーが M2 飛ぶって聞く、これ打ったことないけど、結構いいって聞いて M2 にしてみました。お、で、ウッドが3と5で、R15? はい、R15 です。へー、理由があるの？顔で決めました。おー、構えた感じの、構えた感じの、あ、この子いいなみたいな。で、ユーティリティがバーナー。結構違うね、テーラーの中でも違いますね、結構前のやつです、ね、21度と18度。おで、アイディアがまた違うメーカーで、ミズノ、はい、ミズノ使ってます。ミズノで5、6、7、8、9、10 までミズノ。はい、次がアキラ52、58。はい、すごいね、全部違いますね、メーカーが。自分のよりすぐりが集まって、そうですね、自分が一番いいと思うクラブをいろんなの集めて使ってます。やっぱり別荘売りにしてるアキラさんとか、うんうんうん、やっぱり私はすごい好きなので。アイアンもまたこの構えやすさとか、やっぱりその時に水野すごいいいっていうのを聞いてたので、水野にフィッティングに行って、外角から全部合わせて、あ、全部オーダーで作ってもらいました。で、パターが今ちょっと矯正中、ちょっと今矯正中なんだよね。そう、自分のじゃないんですよ。ちょっとツーボールなんですけど、ツーボールで今残像を大事にしてるんです。そうですね、うん、自分のパターではないです。自分のパターは何なの？まあ、あのオデッセイの71、うん、なんか白と黒のクワガタのやつ、うん、で、あとバットと棒2本と日傘。以上、彩香ちゃんのクラブセッティングでした。ティーショットは両方取ります、はい、で、ホールホールで交互に、はい、いきます。
ひにちゃんお願いします。お願いします。お願いします。内緒。あ、さらり。お、ちょっちょい飛びすぎてるけど全然大丈夫。はい。動画初めてなんだね。はい。ゴルフの初めてです。え、全部自分の見たことある18ホール。あ、ない。ね。どんな感じで自分が。結構びっくりするよ最初。え？って思う。え？こんな感じなんだと。声とかもそうだし、意外とルーティーンで癖があったりとか、あ、結構面白い。後で YouTube 見てみてよかったら。楽しみ。一番やっちゃいけないところにやってしまったので一回刻みます。右に。うわー、下緩いかも。台風の後のね、こう木がすごい落ちちゃって、作業をね、皆さんでやってますね。強い風があった後にこういう方々がいてくれるから私たちはゴルフできるんだなと思います。感謝ですね。はい。意味がない。ナイスショー。ストロー。はやかちゃん、ティー高いね。高いね。高いね。え、なんかそれ理由があるの？理由は基本ドローなんで、低いと下に先に当たっちゃうっていうイメージがあるんですよ。なるほどね。自分の中でなんかこっちがゾゾザって入ってきたみたいな。そうだったら高い方がそれを気にせずに自由に打てるんで、あとも強いのかな。じゃあ逆にフェードするときはちょっと低くします。へー。あやかちゃん、なんでゴルフ始めたんですか？ゴルフ始めた理由は、うん、両親がずっとゴルフを趣味でやってて。あ、お父さんもお母さんもやるんだ。そう、お父さんもお母さんもやってて、で家族で全員でできるスポーツを探してて、でそこでゴルフをやってみようかっていう話で練習場行って練習したのが初めのきっかけで。え、それも結構小さい時じゃないけど。いや、小学校6年生が初めて行ったって。じゃあすごい早くはないんだね。そうですね、結構遅めで始めて、趣味で始めたので、プロとかその時目指してなくて、で家族で旅行行った先でゴルフできるし、そうお父さんとお母さんにね、ついていけるしね。そうなんですよ。だからいいなと思って、自分からレッスン通いたいって言って、それでレッスン通い始めたのが。で今でも家族3人でゴルフとかも。あ、4人なんですよ。妹いるんです。妹もゴルフするの？ゴルフやってます。でも妹は趣味でしかやってなくて、プロは目指してないんですけど、家族4人でちょうどぴったりで。あ、ぴったりですね。ゴルフ4人でやるんです。
いいね、どこ行っても家族でできるから。そうなんですよ、だからゴルフを中心に打ち気が回ってて、あやかけが回ってて面白い。100ぐらい115だと115だとやっぱ止めるじゃん。止めます。フェードで打つ。フェードで打ちます。100ぐらい、100以内がフェード。そうですね、110、120くらいまではフェード。でその先からはもう捕まっていくようなドローを打つイメージで。距離バッチリ。おお、意外と切れる。ナイスパー。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。下が柔らかい時って一番やっちゃいけないのがダフリだと思います。本当だ。そう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 、ナイスです